ラブリーラブリー超ラブリー始まりましたさあ今回はまたまたスケートの話をしようと思いまして、なんとスペシャルゲストまた来てもらってます。こちらの方です。お願いしますお願いします。なかなかすいません、なかなか近たびそう近いスケジュールで再びありがとうございます、はい、よろしくお願いしますさあまずはですね、私のちょっとへんてこな挨拶一緒にさっきのやつちょもう一回やって。ラブリーラブリーチャーラブリーっていう最後の3回目のラブリーでなんかちょっとこういう感じでここをね、え、やだよ一人はいやさっきちょっと一瞬練習したんですけど、最初になんかこんな手しててえ、それはダサいっていう話になって、これはダサいなの、ピースでピースなんだ、はい、せーの、ラブリーラブリー超ラブリーダメだ、親指が出た親指出た、ちょっとここが時代の違いかもしれません9歳でしょ昭和でしょ、昭和です、はい、平成、あ、すいません、すいません、いや、今令和だから確かにもう、ね、平成もね、そうそう、平成終わったからやりすぎだから力を抜いて足を持ってこないとここまで引きつけられないから、うん、歌舞伎みたいだその前にダンスって絶対裏切ってくるけど、私とゆかりお姉ちゃんの出会い、うん、はい、まあ、覚えてないです私、いやで私は覚えてるよ、だってもう私こんなんだったから、だからベビーカーの頃から知ってるんだ、あ、そっか、そう、だからもうそれこそ1歳とか2歳とか、そうそうそう、だから最初にお姉ちゃんがやってて、うんうん、お姉ちゃんのことをよく知ってて、そうそうそう、でそのお姉ちゃんの練習にベビーカーでくっついてきて、うん、もうお姉ちゃんがやってたからなんかもうちゃんと歩けるようになったらもう滑り始めたみたいな、本当そう、それすごいことなんだよ本当そんな感じ、普通さ私は今自分の子育てをしてるけど、うん、歩き始めたらスケートをさせるっていう感覚普通ないからさ、あ、そうか、そう、だからみんなが公園で遊んでるのが、うん、私はスケートリンク、うん、氷の上だったから、そうだよね、お山作ったりするのは氷だったし、うん、作んないけどね普通でも私はよく知ってて、まあよく泣いてた、よく泣いてた、前回も言ったけどよく泣いてたあのリンクで流れてる BGM より大きい声で泣いてましたもんね、あ、そうかもね、多分マチコ先生の声よりも多分大きかった、大きかった、マチコ先生の声かき消すぐらい泣いてた、そうそうそう、練習もいつも周りの子は喋っちゃったりとかするのにゆかりお姉ちゃんはしてなかった、喋ってたよ、いや私は結構サボってたよ本当、いや多分サボってたが普通のサボってたの量じゃなくて、本当にコツ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 やってて、でやっぱりスピンとかってなんか絶対に見本にするのはゆかりお姉ちゃんだったし、土日とかでも朝10時からってなったら絶対ゆかりお姉ちゃんはいたしそうね、そうそうそう、うん、そう、ちゃんと終わってさっと帰るっていうか、帰るのは早かった、そうそう、なんかやってはい帰りますみたいな、帰るのははっきりしてた、誰よりも早く帰ってた、確かに、そうそうそう、すごい憧れでゆかりお姉ちゃんに話しかけてもらうのがずっと憧れだったというか、うん、話しかけてもらえることを待ってた時があって、うん、でいつもやっぱり目で追ってたし、ドーナツスピンといえばゆかりお姉ちゃんで、うん、今でもなんかテレビとか出たりとかしてる時に一緒に出た演者さんとかが、うん、ドーナツスピンの人ってゆかりお姉ちゃんのことを言う、そう言うぐらいやっぱりドーナツスピンといえばゆかりお姉ちゃんだと思うし、うん、やっぱ見てたから練習もしたし、入ってたプログラムにも、うん、そうなんだよね、うん、ドーナツピンって実は昔から流行ってたわけじゃないんだよね、うん、そうそう、昔は全然普通のシンプルなさ、なんだろう、キャメル、シット、うんうんうん、アップライトスピンっていうのがもう主流で、それができれば OK みたいな感じだったけど、うん、ドーナツピンが流行り始めたのってそれこそスケートが多分ブームに乗ったぐらいだったと思うんだけど、うんうん、オクサナ・バイオルさんに憧れて、うん、オクサナ・バイオルさんがリレハンメルで滑った黒鳥を見て、黒鳥でドーナツピンをやった時にそれがなんか白鳥みたいに見えたのよ、あ、白鳥というか、でも黒鳥というか 鳥みたいに見えて、あの姿が、うん、そう、だからあれをやりたくて習得したのよ、へー、もうゆかりお姉ちゃんのものだと思ってた、違う、そうそう、あの人がもともとあの選手がやられてて、そうそうそう、私の憧れだったんだけど、そうそうそう、で腰えぐいじゃん、えぐいし、あ、腰とか背中だよね、うん、あれ、いやだからちょっとやってなくてやろうとすると背中つりそうになる、うん、そう、持てないのよ、あとももも、そうなの、実はもももやばい、そう、実はその左のももと意外とふくらはぎも、うん、そうそう、使ってて、そう寄せるために、そうそうそう、どこに力入れたら早く回れるの、逆にね、力抜くのよ、あれ
抜くんだ。そう、力を抜いて足を持ってこないとここまで引きつけられないから、うん、足に力入れたら余計な負担かかっちゃうから、でスピンの回転速度も落ちちゃうから、なるべく力を抜いて頭まで持ってくる。なんかスケートをやめて1年後ぐらいにミキちゃんのアイショーに出たんだけど、その時にドーナツピンやろうと思ったら、もうドーナツじゃなかったよね。なんかちょっと形の崩れたドーナツみたいな、楕円形みたいなドーナツなんだよね。なんかそんなにできないんだみたいな。毎日あれこそやってないとダメなんだよね。ゆかりお姉ちゃんがドーナツピンで苦戦してるなんて想像つかない。今絶対できないよ、本当に。あれはでもやっぱり私はゆかりお姉ちゃんを見てやりたいって言ってみんなで練習したのすごい覚えてる。みんなもやるのが当たり前になっちゃったじゃない、だからあれ、うん、でもなんかだからすごい、なんだろう、時代を感じるなって感じ、うん、そう昔から。確かに。あ、でもスピンの練習は名古屋では実はそんなしてなかったんだよね、うん、そう、新横浜に移ってからそのスピンの時間を必ず作るようにしてて、うん、プログラムに入っている一つ一つのスピンを3回ずつみたいな感じで自分で決めて練習してた、うん、すごい。でもやっぱスピンが一番練習が反映されるもの、技術な気がする。そう、なんかジャンプ全部返ってくる。そう、ジャンプって絶対裏切ってくるけど、まあ、絶対って言っちゃなんかちょっとなんかジャンプもかわいそうだけど、まあ、その日の調子によってね、ジャンプの出来はね変わるから。本当に それこそゆかりお姉ちゃん覚えてる、前も話したかもしれないけど、ゆかりお姉ちゃんの曲使った時の全日本でさ、その時にハエがついたんだけど、ほっぺに、うん、それアクシデントだったよ。そう、ほっぺについたんだけど、それまで会場入ってから1回もとうとうトリプルトリプル失敗してなかったのに、うん、その本番だけショートで失敗したの、うん、で泣きながらインタビューゆかりお姉ちゃんがしてて、その時、うん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 、で答えてたのすごい覚えてる。すいません泣きながらインタビューを受けていただいてありがとうございます。いや、それぐらいやっぱジャンプ裏切るけどスピンは裏切らない。そうなんだよね。だからスピンは、私はジャンプがそんな得意じゃなかったから、うん、ジャンプのできないところをスピンはカバーしてくれてた、うん、ゆかりお姉ちゃん の飛ぶ前のこの手首がすごい好きだった。あれね、でも直してるかなり。うそ、直した直した。晩年はすごい直されて、あれ、うん、のぼう先生にこれやめてとか言ってそんな簡単に言っても直るものでもないんだけどさ、うん、そうそう、なんでこれ直さなきゃいけない。別に害はない。害はないけど見た目的に、ああこうしてってそう、なんかあれは力が入ってるのかな。そうじゃない、肩の力が入っちゃってんじゃない、ここに。そう、よくないよね。でもこっち止めとかなきゃいけないって言われるじゃん、飛ぶ前に。だったら別にこれやれって止まるんだったら。これでもかっこよくないでしょ、これ。歌舞伎みたいじゃん、これ飛ぶ前にみんなが真似したけどさ、これそう、ゆかりお姉ちゃんといえばもうこれだからみんな腰が折れてこうやって真似できるジャンプってよくないんだよ、癖がついてるってことだから。真似ができない人は本当教科書のようなお手本のジャンプなんだよ、うん。あ、なんかどうだったかなっていうのはうまく飛んでる人なんだよ。私もケンジ先生とかによくすごい真似された猿子とかやりすぎだからでも確かに本当にそうで振りが多くて、それこそだから前に一緒に練習してた子に、なんかかな子の近くに飛ぶ前、トリプルトーループトリプルトーループの前にいると殴られそうだから、うん、なんか離れないと危ないとか、これが大きすぎて可動域が大きいんだけど、よく飛べるね、それで。多分それで食ってそこにはめて飛ぶから、なんかこれ大事だった。タイミングずれたらそれ大変だね、これ。山田文化生はなんか癖あるじゃん。そう、みんなね、癖があるんだけど、本当はね、癖はね、きっとない方が綺麗だし、加点もつくし、うん、多分4回転まで飛べるんだと思う。確かに。癖がある方がね、多分ね、ちょっと飛びにくいんだ。確かに。そうなの。そうかも。そうです、そうです。4回転飛んでる人たちとかってそんなに癖ないかも、ね、そう、もちろんロシアの子たちでもある選手はいるけど、うんうんうん、多分もしかしたらいつか、ね、うんうん、飛べなくなる可能性もなきにしもあらずな。確かにすごい納得いや本当だと思って、やめて5年経っちゃったけど今からでも行かせるかも。いや、もう無理もう無理で、ショーマが世界ジュニアに出発だから絶対にそれで帰んなきゃいけない、うん、先生がっていうのだったのに、えみたいな見た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 